やられたらやり返す。うん、人生倍返したダメザワ直樹と申します。 はい、ということでございましてですね。はい、ダメ沢直樹と申します。なんとですね、チャンネル登録者数が皆様のおかげで1000人に届きまして、ね、再生時間も4000届いて、とりあえず、一応プロの YouTuber という一番下のところまで来たんです。皆様のおかげです。ということでですね、今回はどの動画をあげようかと思ったんですけれども、ちょっと一旦自己紹介とこのチャンネルの究極の目的、この動画の究極の目的というのをちょっと手短におご説明させていただきたいと思いますので、どうかお付き合いくださいませ。本当にえ皆様にえっとね、 感謝申し上げます本当に僕ね座右の銘がありましてこの世界の片隅に「私を見つけてありがとう」という言葉があの映画の中であるじゃないですかあれが座右の銘なんですけども本当にこの世界の片隅で、えー、私を見つけてくれてありがとうという気持ちとあともう一個座右の銘があってこれは半沢直樹なんですけども大事なのは感謝と恩返しすべての出会いと出来事に感謝をし恩返しのつもりで仕事をする。 っていうのがあるんですけれども、もうこんな感じでもうとにかく感謝と恩返しをしていきたいと思うんですけれども、このチャンネル普通の僕自分のことを伝説のスーパーユーチューバーとずっと呼んでいたんですけども、15年かけて、ヒカキンさんと同期の15年かけてやっとこのね、チャンネル登録1000人っていう一番レベル1のところまでたどり着いたんですけれども、0から1になったところでございます。で、このチャンネルっていうのは、あなたの人生を変えるためでなければ何の意味もないっていう目的でやってますので、そこのところだから、ただの今のね、消費文化が 今何でもかんでも消費コンテンツの時代だと思うんですけれどもそうじゃなくてこの本物の主役はあなたでありあなたの人生を変えるためにこのチャンネルとこの動画があるっていうのをちょっとねあの分かっていただければ幸いであります結構どうでもいいギャグとかあるじゃないですかちょっとギャグとかモノマネみたいなのはなるべくショートあの1分間の動画っていうのがあると思うんですけどもショートで上げてるんでそちらは無視してもらって構わないですそっちから入ってくる人もいるんでそ,ういうそんな感じで作っておりますので,で私ね今,今どういう状況かと言いますと 会社の代表をししてて、おりまして自分の会社がつできたんですけれども居酒屋を経営していたんですけれども最終的にどうなったかっていうとコロナで売り上げが激減したのはいいんですけれどもあの会社の何、えーまあ、て言うんですかね、まあ、内部の裏切りというかまあ簡単に言うとまあ 潰れてお店が居酒屋売り上げが上がってたんだけれども潰れてしまってその経営の責任だけを代表である僕に全部押し付けられたって感じ僕はハンコとかも全部あげちゃってましてあの全部任せてたんです僕も現場にもちろん入っていましたけれどもだけれども全部お前のせいだっていうことで逃げられてあのお金も全部持ち逃げされて全部借金も僕に来て督促も全部僕に来て訴状も全部僕に来てっていうのをやってるから今裁判するかどうかみたいなのを戦ってるっていう感じなんでございます。だから だからまさに半沢直樹なんでですすねいいししょうややらられたらやり返す倍返倍だで半沢直樹っていうのも1作目では倍返しして復讐するんですけども2作目では結構感謝と恩返しっていうのがテーマになっていくからこれ僕の人生今後どうなっていくのかはちょっとまだわからないんですけれどもだから僕今自己破産準備中なんですけれどもこれを回避するには1年これ YouTube で今ちょっと収益化までいったんですけれども1年で2400万稼がない限り無理です。 2400万稼げばなんとか回避できます聞き結局ね僕会社に縛られて全部ねあ言いなりになって友達も連帯保証人に入れて家族も連帯保証人に入れてあの親戚の親母親の妹さんからお金借りてそれでちょっと家族決裂したりとかいろいろあったんですけれども親戚の仲が悪くなったりとかしていろいろあるそんだけやったにもかかわらず何の権限も与えられずに責任だけ押し付けられるっていうお人よしだったんですこのお人よしを根絶させるためにこのチャンネル私これからの人生を捧げたいと思います。 許すって言葉がある優しさとか許すって言葉があると思うんですけどもこういうことをずるずるやっていると結局全てを失うだから僕社会現象になったマインドコントロールの問題の話とかありますけどああいう人の心情をむちゃくちゃはっきり言って分かります僕ギャンブル依存症だったこともあったし基本的にこう人生がこう弱腰外交じゃないですかあの今の日本の病をたった一人で全部体現してるっていう状態ですだからこそ僕が人生を変えることが世界を変えることになると思うんですではね私が世界を変えるっていう目標があるんですけどもこれが一体具体的にどういうことか なのかをちょっとと説明したいと思い思ます私伝説のスーパーユーチューバーって名乗ってるのは何でかって言いますと見せてもらおうか伝説ののスーパーーパやらおう YouTube の初期の頃に新宿で1人でデモをしたことがあるんです新宿デモって言って三島由紀夫の格好をしてアシスタント1人いたんですけれども三島由紀夫の格好をしてこのままで日本いいのかっていうのをかなり抽象的に訴えるっていうデモをやってあのそこにいた警部補の人にむちゃくちゃ褒められたんですよ。 これからお前どうするんだみたいな。あの、公演で最後。気は済んだか。みたいな。な気は済んだみたいな感じになってるんですけども。で、その後、僕、このでもあまりにも危険だっていうことで、50人ぐらい警備隊が来たんですよ。だけど、誰も参加者がいなかったから、全員帰っちゃったんですけれども。で、その後僕ね、 あの新宿であ秋葉原。秋葉原の歩行者天国っていうのはちょっと事件があって通り魔事件で凍結したじゃないですか。その時に僕、今まで培ってきたサブカルチャーの文化っていうのは何だったかっていうのを訴えるために、愛と夢を訴えるデモっていうのを秋葉原で15回やったんですよ。土砂降りの時も1回やって、ほとんど誰も来ない、数人しか来なかったことがあったんですけれども、それがあって、その時に僕、国家公安委員会の中で君のことを知らない人はいないって言われたんですよ。むちゃくちゃ面白いって。こんな面白いことしてる やつがいるんだよって考案の中でちょっと口コミで広がったんですってそのぐらいこうちょっと 過激なんかそんぐらいちょっと変なことを僕ずっとしてたんですけれどもだけどまだ SNS っていうのがなくてほとんど映像と画像が残ってないんですほぼ僕の壊れたパソコンの中にちょっと動画があったりするんですけどもとにかく残ってないんですで僕は何で残さなかったかっていうのもちょっとこれ中二病で完全なんですけれどもなんかそういうもののためにやってるんじゃないんだよっていう突っ張り感じってあるじゃないですかちょっと青い感じあれがあるせいで僕全然動画と画像を撮らなかったのあの時にデモの動画とか写真撮って今上げてれば絶対にバズったっていうか ちょっとざわざわ世の中ざわざわしたと思うんですけれどもそういうのがなかったのがかなり失敗ですで慢性橋警察署の所長さんからわかんないけど偉い人にあと僕の息子に見習らせたいって言わ,言われてたぐらいだったんですけれどもそれでその人間がどうなってたかっていうと今に至るわけでございます、ね、今に至るとこんな感じになっちゃいましたダメ沢直樹になってしまったんですけれどもさあその人間が世界を変えちゃあ世界を変えるってどうやってやると思いますかこれ具体的に方法がちゃんとあるんですこれが 僕ねあの小説を書いてるんですけどもこれで小説の新人賞芥川賞直木賞を全部取りますで最終的にノーベル賞も取ります僕は西間行きを超えるって一応標榜してるんですけれども、えー、この基準が小説の新人賞って取ると 海外でで翻訳されるんですよ特にアクガーショーを取った場合は30カ国でで翻訳されるんですこれはコンビニ人間の例なんですけれどもまあコンビニ人間はだいぶキャッチーだった内容だったからって分かりやすくて、まあ、かなりあのセンセーショナルでキャッチーだった内容だったっていうのもあるから外国で売れるっていうのが見込まれたのもあるんだと思うんですけれども30カ国で読ま翻訳して読まれるってことはその小説の中に書かれてる思想とか哲学が広がるってことですね。これををままず足掛かりににしてて世の中をい,ていきますさらに僕は真空 シンクタンクっていうものを作って秋葉原で秋葉サミットっていうのを開いたことがあるんですけどもあれで社会問題を取り扱ってゲストを呼んでシンクタンクになります。シンクタンクっていうのは言葉そのままの意味で考えるタンク、まあ、貯蔵庫みたいなことなんですかねあのシンクタンクなんですこれシンクタンクっていうのがあると社会問題があるたびにそこがクローズアップされてこ,このは何考えてるんだろうみたいなのを提言する。 社会に向けて提言するんですけれども、これがさらに上までいくと、政府の参与っていう組織がありまして、参与ってもう本当に文字の通りなんですけども、あの関わることができるんですよ。政治というか、まあ、要するに頼りにされるってことなんですよ。あの政府かじゃあど、ど、ど、これどうしたらいいと思うみたいな。 まあ政府のシンクタンクになるとかっていうと思うんですけれどもこれ僕ちょっと尊敬してたですねあの岩沢誠さんっていう人が一回シンクタンクで産業になったことがあるんですけれどもこれこの人も途中で辞めてしまうから多分相当しがらみとかがあってなんかあんまりあなんかこうあんまりうまくいかないシステムなのかなとはちょっと思うんですけども一応そこまで考えてるんですこれが世界を変えるっていうことの具体例でございましてでさらにこの YouTube の中において人生を変える方法っていうのがいっぱいあると思うんです僕はメンタリスト大学とかキングコングに 野さんとかすごい研究してむちゃくちゃビジネス書を読んでいろんな人間のあどうすればこう人生変わるかっていうシステムをいろいろ研究というか日々実践しているんですけどその中でもです僕みたいな意志の弱いまあ今日も二度寝しましたけども意志の弱い人間がそれでもやっていける方法っていうのを地道に見つけてったのを発信していくっていうのをやっていく僕のフィルターを通してやったことは多分誰でも本当にできると思うんですよいいからわがった部こそ東大へ行け。 ということで、長くなりましたけれども、そんなチャンネルになっておりますので、よかったら今後ともお付き合いをお願いします。で、まあ一応ね、映画のレビューで結構のし上がった部分があるんで、映画のレビューも多分ちょこちょこやっていくと思います。あとは流行りのネタとかもたまに入れると思うんですけどまあそういう時は、ちょっと一旦目立つためにやってるんだなって思っていただけたら幸いです。そんな感じで今後ともよろしくお願いいたします。やられたらやりかいす。人生倍返し。いや、通常の3倍返しだ。ダメ沢直樹でした。